精神薬理学、精神薬理学、精神薬理学は薬理学の一分野であり、主に抗精神薬の薬理作用について扱う学問分野である。対象は、いわゆる抗議の抗精神薬であり、精神に何らかの作用を及ぼす薬物全般のことである。また、特に臨床精神薬理学は精神医学の一分野と捉えられることもある。 1949年にオーストラリアのジョン・ケイドがリチウムシオの創病などへの作用を報告し、1952年にジャンドレイラがクロルプロマジンが患者を静音化し、無関心状態にするという精神科治療への利を報告した。精神薬理学の誕生はそのいずれかとして語られる。1958年には、 国際神経精神薬理学会の設立総会が開催された。2011年には、ネイチャー氏が危機にある精神薬理学とする記事にて、欧州精神薬理学会による新しい治療法が危機に瀕しているとの見解を掲載した。2014年には、神父は、新薬不足のため各国政府に対して呼びかけを行っている。それは、 脳の複雑性のために未解決の問題が多く、脳科学の研究を推進していくこと、薬の多くは根本的治療にはほど遠く、効果と副作用に問題があり、薬の作用する新たな標的を探す必要があることが原因である。1949年には、オーストラリアのジョン・ケイドが医学誌において、リチウム塩が創病3名、 統合失調感情障害7名の症状を消失させたことを報告した。フランスの海軍の外界であったラボリは、神経遮断薬の混合剤である遮断カクテルによる自律神経反応の抑制を研究していたが、1950年には、スペシア社のローヌ・プーラン研究所のコーヒスタミンを応用し、プロメタジンの催眠作用が強いことを報告したため、スペシア社は、 眠気の少ない化合物の開発から方向転換して1950年12月に 4560RP を開発した。翌年ラボリはこれを試し1952年2月に RP4560 が抗ヒスタミン薬ではなく神経遮断薬であり、短剤でもかなりの眠気と自分や周囲への無関心を引き起こし薬理学的ロボトミーであるとした。 ジャンドレーラは、ハンスセリエのストレス学説による自律神経系の反応が病気そのものになるという理論から、外科手術も容易になるため人工冬眠を行うための自律神経遮断薬を研究していい。そして精神病の患者を冷却しつつ、そうした薬を使えば自律神経反応が除かれると考え、サンタンの病院の男子入院患者にて4560。 RP を試みたところ、偶然にも冷却しなくても患者が、淡剤の投与で声援音化され、患者を無関心状態にさせることが発見された。4560RP は後に、クロルプロマジンと呼ばれることになる。1952年10月には、有効な薬があることを、初めて立証した、論文、選択的中枢作用のある、フェノチア人化合物の精神化治療への利用が、 出版された。1961年には、ドレイラがその知見を集大成した臨床精神薬理学を出版しており、クロルプロマジンには、交換神経系に喫光して、低体温化や条件反射を抑制する作用があるといった特徴や、抗精神薬を構造ではなく、作用から分類し、鎮静剤、覚醒剤、LSD のような薬剤の精神変容薬といった、 分類の提案を行った。大手製薬企業の講演で国際神経精神薬理学会、神父キャリニムアンターナスシュナルニューロサイコファーマッケロージアムが創設され、1958年には設立総会が開催された。神父第2回総会は1960年7月にスイスのバーゼルで開催され、第3回総会は1962年9月に ドイツのミューン編で開催された。その講演集でリチウムの研究者、モーエンススコーはこう記している。1962年が精神薬理学の誕生から10周年にあたると間違った歴史的神話を作り出してしまいがちだが、実際には1949年にオーストラリア人のケイドが総物病の総病症の治療にリチウム塩が有効であることを発見している。 それは、ごく安価なので、商業的関心を生まず、儲かる薬に、月ものの宣伝を書いていることが理由である。初期には、日本では、東大精神科薬理学教室静音剤、研究グループが教科書の翻訳を行ってきた。1958年、薬理学者の熊谷博士らが、トランキライザー、静音剤を出版した。1965年には、 臨床精神薬理学が翻訳出版されており、欧州の正当な薬理学を紹介し標準的な教科書とされた。1968年には新精神薬理学が出版される。1957年に薬理学者のアルビド・カールソンがドーパミンが脳内で神経伝達物質であることを発見した。 1963年には、カールソンが、マウスに投与し脳内のドーパミンの濃度が変化する。ここから、次第に抗精神病薬が、ドーパミン系に作用すると考えられ、またアンフェタミンが、ドーパミンの作用を強化して、統合失調症が悪化することから、そうした過程は強められた。1974年にはが抗精神病薬が、ドーパミン受容体に作用することを突き止めた。 1980年代までには、こうして一つの神経伝達物質が一つの障害に対応すると考えられた。うつ病のモノアミン仮説もそうであり、ノルアドレナリンやセロトニンといった神経伝達物質と関係があるされた。しかし、1980年代には、クロザピンのような抗生神病薬が、ドーパミンにはほとんど影響を与えずに、セロトニンに影響を与えることや、 1990年代には発見された神経伝達物質は40種類を超えるようになり、ドーパミンとセロトニンはおそらく主要な役割を演じていないことが判明していった。2010年の神父の会議では人での精神薬理学の870の論文のうち4つだけが新しい記事を説明していたことが報告された。2011年、メーチャー氏は 危機にある精神薬理学という記事を掲載し、アストラゼネカやグラクソスミスクラインといった製薬会社が研究資金を削減し、研究チームも閉鎖していることや、欧州精神薬理学会が新しい治療法が危機に瀕していると報告していることを掲載した。英国精神薬理学会氏は消滅する臨床精神薬理学という記事にて説明し、両二者は 抗うつ薬や抗精神病薬によっては巨大な利益を上げたにもかかわらず、この分野がリスキーであると判断したということである。2012年には、英国精神医学雑誌も、精神薬理学の革命の終焉とした編集者のコメントが掲載されており、これはまた別の意味であり、抗精神病薬の使用において、危険性が利益を上回るという証拠や、多様な治療法があるため、 薬を服用しないという選択も考慮されることについて述べている。統合失調症やうつ病は1970年代に解明された基準を持つ薬によって未だ治療されており、比較的最近の第2世代の抗精神病薬は以前のものと同じ有効性であることが判明している。リチウムの気分は安定作用の革新的な発見に始まり、 抗血核薬イプロニアジドの抗うつ作用、オート抑制薬クロルプロマジンの抗精神病作用と、続き、今では20以上の抗精神病薬と30以上の抗うつ薬があるが、主な障害の罹患率や死亡率の低下は見られておらず、この原因として、抗うつ薬による治療の感解率の低さや、抗精神病薬による治療の中断率の高さが見られている。 現在のすべての種類の精神科の薬は偶然の発見であり、これに基づいて多くの薬剤が合成されてきたが、同じ作用機序を持つ模倣薬であり、新しい分子標的の観点から神経科学の知識を深めるということはない。国際神経精神薬理学会は脳の複雑性のために未解決の問題が多く、脳科学の研究を推進していく必要があり、薬の多くは 根本的治療にはほど遠く、効果と副作用に問題があり、薬の作用する新たな標的を探す必要があることから、EU、北米、日本、その他の国々の政府に対して革新的な創薬ができるようなアクションプランを提案した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。